アーレフ・ガズビーニー・アブル・カセム・アーレフ・ガズビーニーは、作家であり、イランの国民詩人。また、ペルシア伝統音楽の作曲家であり、歌手でもあった。1880年ガズビーニ生まれ、13歳から音楽を、ハジ・サーデカ・ハラジに支持する。声が美しいことで評判になり若くして、賞賛を集め、かなり若い時から作曲も始めている。 イスタンブールのダー・エール・ルホンにて学ぶ。イランに戻り、当初は音楽学校を設立するつもりでいたが、当時の状況によりその希望は実現されることはなかった。1906年から1911年のイラン立憲革命が始まるにつれ自由主義派に加わり、彼の歌と楽曲は多くの支持を集めた。彼は社会や政治問題の中心的なテーマを歌にした。 社会を導き、人々が社会的な権利に親しむために、彼の歌は重要な役割を果たした。こういった楽曲の性格が今日でも通用するものとして、音楽家は彼の曲を演奏し続けている。1933年1月21日、浜田にて死去した。彼の墓はイブンシーナーの霊廟に隣接している。彼の死と歌は死繍に収められている。 ありがとうございます。